注意、本動画で使用する映像はグラボのみ最低要件外構成で録画した映像ですが、言及する動作などに関しては推奨要件を満たしている友人の仕事環境にて同一セーブデータを使用し同様の動作になることを検証しております。他の構成でも同じ動作になることを示唆するものではありません。動画内で述べていることはプレイした上での友人の感想です。個人の感覚が多分に含まれていますので、その点に関してのご指摘は OK いたしかねます。おはようドセル、コンニュートリノ、コンバーナード、局長補佐の卑弥呼よ。暑いです。局長クローン21号こと局長です。みんなそうだよ。誰か奴を5秒止めてきてください。今回も始まりました KSP2 レポート。シャープ03。今回は先日公開となりましたパッチ3、0.1.3.0 および0.1.3.1 を適用してお送りします。まずはじめにお知らせです。今まで当シリーズはバグや処理などなどのことを細かく掘り下げて KSP2 の現状を見てきましたが、今回は現状の KSP2 で何ができるのかを試しにやってみる動画となります。暫定テーマです。それで、今回は何をやってみるんですか？当チャンネルを以前からご覧いただいている方々ならわかるとは思うけど、KSP たす、私イコールというものを作ってみるよ。SSTO ですね。先に言わないでもらっていいですか？でも、大丈夫なんですか？ SSTO って結構パーツ数がかさみますし、この端末最低要件外ですよ。まあ、なんとかなるでしょ。壊れても知りませんからね。あ、それと今回からこんなものを用意しました。何ですか、これは。見ての通り、私のやる気ゲージです。今までのレポートでもお伝えしていた通り、まだこの KSP2 はゲームとしては成り立っていないアーリーアクセスという状態です。それはパッチ3が公開された今もなお同じような状況です。なので今回はさっきも言った SSTO を制作はしますが、その過程でやる気が減衰し、ゼロになった時点でこのレポートは終了とさせていただきます。まあ、何事も無理して続けるのは良くないですからね。それではまた次回お会いしましょう。デモを含めるな。あれ？ 100% に戻りませんけど。まあ、そうだね。もう減ってるんかい？いやね、今回始める前にどんなもんかなって思って一回起動してるんだよね。それが原因か。何はともあれ、やってみないことには始まらないですね。それじゃ一気に VAB へ。ってことで VAB よ。ちなみに SSTO とは言いましたけど、どんな形にするんですか？ KSP の解説で作ったハップルを原型とするよ。KSP で作った機体なら、できること、できないことの対比もしやすいだろうしね。ってことでできました。制作シーンはカットで。って、デイジヘッドやないかい。まあ、KSP をやったことがある人ならわかるとは思うけど、現状 KSP と操作性がだいぶ違うことと、デザインを優先しているからか実用性が損なわれてしまっていることでだいぶイラつかされます。私個人の意見だけど、KSP の方がシンプルで直感的な良い UI だね。ただ、パッチ公開を重ねることで徐々に改善はされてるよ。どんなところがですか？機体をロードしてもぶっ壊れなくなったところとか。思い出して下がるな。それじゃ出来上がった機体で宇宙に行ってみましょうか。無理だよ。はい。ハップルに似せて作って形はある程度似せられたけど、中心と揚力中心の位置が逆転した状態になっちゃってるから。ってことは、地面から離れた瞬間にひっくり返ります。ダメじゃん。でも、とりあえずこの状態で確認したいことがあるから滑走路に出してみようか。なんか、バタバタしちゃってますけど。高度な制御をいじるの忘れてた。重量に対してギアがヤバそうだね。上下に弾んじゃってますね。設定変更してたらずれちゃったね。ブレーキしとけよ。まあ、いっか、どうせ飛べないし。それで試したいことって何なんですか？この状態で滑走できるのかだね。一箇所設定漏れしてますよ。止めるのめんどいから続行。適当な指示だな、おい。あのパーツはそこにあるべきなのでしょうか？じゃ、次行きましょうか。ってことで今の事故を踏まえて修正した機体がこれよ。未舗装のところから誘導路に乗り上げた時の衝撃でギアがぶっ壊れたっぽいから、単純に前のギアを大型2本に増やしたよ。機体が左右にぐらついて不安定になってたから、後部ギアの間隔を広げてさらに左右1本ずつ増やしたよ。